ちは。こんにちは。豊さん、久しぶりの年次です。年次な。いつからやっと待っちゃってたの。いやいや、まあ年次はいつやってもいいかなと思ってて。そうですよね。でも年次のファンも、うん、の方もいらっしゃるんで。いらっしゃるんです。思うんですよ。でも、はい、久しぶりにこう資料とかいろいろ見て、はい、まあ、懐かしいな。メンバー見てもメンバー見ても懐かしいし、出来事もやっぱ豪快だな、出来事が。いや、そうなんです。やっぱり、あ、昔の野球ってこうだったよなっていうのが分かります、ね、まだこの今日は90年だっけ。そうです。で、90年の、奇数はもう全部やったので、うん、やったね、ここからは90年代の偶数な、はい、いきます。はい、どうしても時間かかっちゃうので、そうだ、ね、まね、テンポアップでね、いきましょう、はいはい、まず、この年の優勝はセリーグは巨人、はい、パリーグは西武、もうなんか、ね、はい、順当な2チームですけど、まあ、順当だけどさ、はい、今現代考えるとさ、はい、福岡ダイエーホークスが、うん、まあ、今はソフトバンクになってるけど、はい、最下位なんだよね。そうなんですよ。だから、うん、ダイエーの時ってこうだった時期が ね、あったんですよ ね、はい、でセリーグは優勝が巨人、2位広島、はい、3位が、太陽フェルス、はい、4位中日、5位ヤクルト、6位阪神、はい、でパリーグは優勝が西武、2位がオリックス、3位近鉄、4位日本ハム、5位ロッテ、そして6位がダイエーと。近鉄がまだあるんだからね。そうですよ、近鉄バファローズがある時ですよね。そう、オリックスと ね一緒になっちゃうんですもんね。そう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 。でこの年の日本シリーズは、西武が、2年ぶり9回目4連勝で勝ちました。相手はどこだ。巨人。あれあれって奇遇だねみたいな。奇遇というか、まあ、去年も今年もね、うん、パリーグ4連勝で勝ちましたけど、まあ、渡辺久信というね、はい、エースがいて。そうですね、まあ、ピッチャー大国だったよね、その当時ね。西武強かったですね。強かった、はいはい、そして、この年のタイトル、はい、どんな選手が取ったかなんですけれども、うん、セ・リーグは、最優秀選手が巨人の斎藤正樹投手、はい、パ・リーグは近鉄の野茂英雄投手、うん、両方とも投手だったんですね。まあそうだね、はい、まあ斎藤正樹はもう抜群だしさ、野茂はルーキーだったでしょ。そうなんです。新人王も取ってるんですけれども、最優秀防御率も取ってます。最多勝は渡辺久信さんと分け合ってますし、最多奪三振、最高勝率取ってます。三振がすごいよね、野茂さん。すごいです。287個。287個だよ。はい、新人ですよ。新人だよ。はい、こうすごい数字だよ、今から考えると。しかも18勝してますしね。そうでしょ、はい、でも江夏さんは1シーズンで400取ったっていう。もうどうなってんのっていう。腕をね、付け替えてたんじゃないかって。本当だよな、はい、カートリッジでな。いや、そうですよ、本当カートリッジで。いや、だけどやっぱ野茂はすごかったな。やっぱすごかったですね、うん、もうすごいこう印象的な年でしたけれどもね、はい、で、ベストナイン、はい、ここ、豊さんが入ってます、セカンドで。当たり前だよ、お前。わあ、これ何をした年だったんですか、豊さん。この時はね、首位打者争いして、はい、まあ、パチョレックっていうのも外野手部門で入ってますね。入ってるでしょ、はい、これワンツーフィニッシュなんだよ。ワンがパチョレック、2が俺だから今年で言えば佐野梶谷みたいな、そんな感じだった。三輪差休みやがって、途中でこの野郎同じチームなのに、同じ足が痛いな、ふざけんな、出ろみたいな。出ろって言ったけど、出なかった。出なかった。パチョレックが取ってしまう。はい、びっくりしたのが、この外野手で原さんがベストナイン取ってるんですよ。ああ、そう外野手だったんですか。だから結構ね、原監督も現役時代サードもやり、セカンドもやり、はい、外野手もやりみたいな。あ、そうだったんですね。割とユーティリティに動いてたよ。あ、そうなんですね、うん、あ、ちょっとそれは意外でした、はい、あとどうですか、パリーグのベストナインを見て何か思うところあります、はい、パリーグのベストナイン、はい、まあ、野茂さんがね、もちろん投手部門取ってますけど、まあそうだね、はい、まあ順当だね。まあまあでもいい選手がずらっと ね並びますよね。はい、並びます。はい、はい、それではですね、セリーグの各チームのオーダーを、はい、まずは6位の阪神から、はい、この年最下位だったんですけれども、うん、特徴としてはですね、はい、前の年に比べて得点力は落ちたが、7番の八木、あの八木選手ですね、八木選手が年間本塁打28本放ち成長した。投手陣では3年目の野田が11勝し、先発を抑えと大車輪の働きだった。ただね、全体的にやっぱベテランが多かったよね。そうですね、だから、まあ、八木とか野茂とかは若かったけど、はいはい、だからまあその2人が
今後の軸になっていくけどね、阪神のね。そうですね、うん、確かに見るとそう、八木さん4年とかなん4年目なんですけれども、うん、他例えば岡田さん11年目とか、田尾さん15年目、そうそうそう、真由美さん18年目ですね、うん、だから、まあ、若返りを図ろうとしてる年だね。あ、なるほど、うん、そういった傾向が見られる年だった阪神は、はい。さあ、そして5位ヤクルトなんですけれども、はい、この年ノムさんがね、うん、初就任ということで監督、はい、就任した野村監督が、飯田を野手に今晩、あと宗選手も野手に今晩、うん、で新人古田捕手の英才教育を始めた。そうだね、投手陣では川崎内藤宮本、そして新人の西村が2桁勝利した、うん、いやだから畑というキャッチャーがいてね、はい、あ、畑選手です、失礼しました、うん、畑だったんだけど、はい、それから英才教育で古田が出てきて、はい、でキャッチャーからセカンドにコンバートした飯田を使い出したのね、はい、だからこういろいろこうカラーを変えていこうとした年だよね。でここからどん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 強くなっていく、強くなっていく年ですよね。さあ、4位の中日なんですけれども、はい、オーダーの特徴、セカンドも守れる新外国人のバンスローが好成績を収め、うん、ベストナインにも選ばれた。投手では新人の与田がいきなり炎のストッパーとしてデビュー、2年目の今中も2桁勝利し、若手の投手が活発だった。まあそうだね、投手は若返り、はい、まあ、野手は立浪彦野っていう 1,2 番がすごく嫌らしくて、はい、で二村っていうのがね勝負強くてさ、はいはい、すごい嫌な打線になってきたなっていう印象を受けた年だよね。あ、そうだったんですね。そうそうそう、あとも落合さんが4番で中日、まあ、ドーンと座ってる。さあ続いて3位の横浜です、はい、豊川さん3番に、そうだね、座ってますね、この年。まあ俺とパチョレックが打ちまくったっていう年かな、はい、あー、うん、オーダー、そうですね、ポンセ、あ、でもね、オーダーの特徴はポンセに代わり新外国人のマイヤーって言いました。マイヤーいた、はい、マイヤーも4番に定着した、うん、そして2年目の谷重を辛抱強く、うん、起用したと、うん、特に豊さんとパチョレックの話は出てないね、ですね、はい、そして3年目の野村がエースとなり11勝、数年前まで抑えだった斉藤が先発で10勝、長年エースだった遠藤が抑えとなった。そうそう、まあここら辺は配置展開せざるを得なくなったんだよね。それはその年齢的なもの、まあ、年齢的なこともあるし、はい、まあ、遠藤さんがアキレス腱切ったりだとかして調子が上がらないとか、はい、だから1イニング限定でっていうような、はい、まあ、そういうこういろんな変化があったとしたよね。順位は A クラス、そうだね、だったんですね。他は良かったね。あ、他1位と2位でしたね。良かったよ、 A クラス放送できて。そうですよね、主演って良かった。さあそして2位なんですけれども広島です、うん、ベストオーダーの特徴は、前の年はロードンがそこそこ打ったが、この年は同期のアレンがそこそこ打った。結構なそこそこ、そこそこだろ、書いてる方どなたなんでしょうかね。まあまあそこそこなんだよ。あ、本当にそこそこなんですか。いや、それとやっぱ阪神とよく似てて、はい、ある程度もう出来上がってる選手がもう多くてさ、あ、うん、あ、そうですね、うん、その人たちがやっぱ働かないと、はい、やっぱ勝てないというチームだったよね。そうですよね、うん、投手陣では新人の笹岡、うん、あ、今の監督ですね。そうそうそう、笹岡が先発抑えと頑張った、うん、先発ローテ陣は衰えが見え始めた。そうでしょ。そうですね、川口さんとか大野さんとか、やっぱベテランが多かったもんね、もうね。そうなんですね、うん、ただベテラン相手も2位に、まあそりゃそうだね、いるっていうのはやっぱり、やっぱまあまあそこそこのやっぱ力は保持してるもん。そうなんですよね、うん、でやっぱり1位をいったのが巨人だったということで、ちょっとここは1番からオーダー読み上げていきますね、うん、1番尾形、2番河合、3番クロマティ、4番原、5番吉村、6番岡崎、7番駒田、そしてキャッチャー8番村田ということで、うん、まあ、まあ打線もいいけど、はい、やっぱサンバガラスだよね。斉藤、槙原、桑田、はい、斉藤、まあ、ここら辺だよ、はい、あと木田さんが、まあ、木田もいるけど、はい、まあそんなに恐怖だったかっていうとそうでもないけど、やっぱ斉藤、牧原、桑田ってやっぱり嫌だったよね、うん、あ、そうなんですね。やっぱそこはもうピッチャー力あったし、はい、やっぱ特徴もあったし、うん、まあ打つのにはやっぱ大変だったかな、うん、やっぱベストオーダーの特徴なんですけれども、まあ走攻のバランスの取れた打線となった、うん、で打線よりすごいのが2桁勝利が5人もいる投手陣、しかも先発ローテ5人が2桁勝利は類を見ない投手王国となった。そう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 、これじゃ打てない。やっぱり良かったよ、なんだかんだっつってもピッチャー良かった。あ、そうなんですね。だこの投手王国だ
ったりがちょっとここずっと続いていく時期がジャイアンツ、まあやっぱ3本柱がしっかりしてるからね。そうなりますよね、うん、というわけで、セリーグのね、6位から1位のオーダーを見ていきましたが、はい、じゃあこの年どんな出来事があったのか、はい、まず4月7日です、はい、東京ドームでの、巨人対ヤクルト戦、うん、8回裏、篠塚がライトスタンドへホームランを放ちました。これに対してヤクルトの監督野村克也氏が抗議をし、うん、判定をこれファールだと抗議したと、うん、そこで試合が5分間中断。これ開幕戦じゃなかったのかな。これはあ、そうです、開幕戦です。開幕戦でしょ、はい、これもう有名なシーンだよね。あ、内藤がマウンドで崩れ落ちるという。 あれですか。そうそう、あれあれあれ、ボール際によく見るとファールだった。いや、篠塚さんも言ってたファールだって。篠塚さん本人が言ってファールだなと思ってがっくりしたんだけど、はい、手回してるから、はい、いいのと思って回ったっていう。あの打ってる本人も分かってた。分かってた。じゃあベンチ側も見た。切れちゃったと思ったらしい。あの審判員だけが、うん、だからヤクルトのベンチはもろポールビア見えるじゃん。そうですよね。だからもう確信があったの、はい、まあ今リクエストがあって、はい、やっぱもう覆ってるだろうね完全に、うん、だってこれあのよくチンプレーコープレーとかでもあるあの場面ですよね。そうそう、あ、これがまさに開幕戦でこの年に起こったっ、ね、開幕戦だったからまあすごいなんか大荒れのね、うん、開幕だったよね。しかもノムさん初ヤクルト就任ですもんね。そう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 、そう、そう、そして同じく4月の23日です、はい、日本ハムの、二村、はい、ただよしと太陽の岡本哲司の交換トレードが成立、はい、これあ、二村と二村ね。あ、失礼しました。これ二村って言うんだけど日本ハムの二村さん。そう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 、はい、で二村ってさ、はい、新人を取ってるんだよ日本ハムは。日本ハムでね、はい、で社会人から入って、はい、で二村なんかくれるんだと思って、はい、で楽しみにしてたのね、はい、で年も近いしさ、うん、ある日試合前に、はい、あのミーティングの画像を見てたらさ、はい、二村が出てきて、はい、もう太陽に所属してる時にね、はい、パーンって打ったのランナーサードで、はい、あいつさ走ってないのよ。自分でベースコーチやってんのよ。え、どういうことですか。三塁ランナーが滑り込むのを、はい、手伝ってるわけ。ガッと滑れ滑れって、うんうん、分かる。打ったら走るじゃん。走るんですよね。走らないで自分でコーチしてた。何をしちゃったの。どう、何をされた。いや、だから打点が欲しかったんだろ。ちょっと、いや、それを見たコーチに怒られてる。それ怒られますよね。お前走ってねえじゃねえかって。本人はすみませんとか言って。そのぐらい面白いやつな。あ、ちょっと変わってるというか、ユニーク、まあ、変わってるユニークなやつだったね。選手がやってきたんですね。やってきた。そうなんですね。そうそうそう。そう、そして同じく4月の29日です、はい、近鉄の野茂英雄が西宮球場でのオリックス戦先発、1試合17奪三振の日本プロ野球大記録。すごいよね。いきなりですか。27アウトの中の17個だよ、はい、三振取って、うん、すごくない。ほぼだよね、野手楽だよな、はい、三振取ってくれるから。そうですよ、テンポ速いし。なあ、はい、テンポはそう速くない。そう速くないです。あ、フォロではないか。ひねらなきゃいけないから、トルネードで。そうね、その分、0コンマ何秒遅い。そう、それも積み重ねたから。結構じゃあ、時間的には長くなるかもしれないですね。コントロールもそんなに良くはなかった。そうか、そうそう、野手はちょっと守ってたかもしれないですけど、でも、すごい、まあ、新人といっても社会人からですけど。いや、すごいのがいるんだなと思ったよね。すごいですね。さあ、そして月変わって5月2日です、うん、広島市民球場での広島対太陽、うん、これ延長15回3対3の引き分け。そう、でセリーグがこのシーズンから導入した延長15回再試合の適用第1号ということで、そうそう、試合時間はプロ野球新記録の5時間24分。それまでね、12回とかで、はい、とか12回まで行ったらもう他の次のイニングに入らないとか、はい、いろんな規定があったわけ、はい、でも決着つけようぜっていうことで15回になったんだよ、うん、伸びたんですね。伸びたんだよ。長い。え、長いように再試合だったんですか。再試合、翌日。翌日というよりも日を変えて、はい、日を変えて、うん、再試合だってこれ。再試合じゃないと、はい、延長15回再試合の適用第1号。あ、そうだ、再試合になってたんだその時は。引き分けをなくすっていうこと。あ、どっちにしてもなくすっていうの。長いんだよ。
長いですね、これ5時間24分、集中力もなくなりますよね。なくなる。ピッチャーも嫌ですよ。もう早く決めてくれとか言ってたもん。もうどっちでもいいから、どっちでもいいから、もうとにかくだってもうヘロヘロだよ、2試合分だから大体。そうですね、うん、3対3ということはあまりピッチャーが良かったってことなんですかね。バッターが打たなかった。豊さん打って打ちました。いやいや覚えてないよ。そんな覚えてるか。なんか記憶どうだったのかな、はい、いやだから今ね12回ですけれども、まあ今年は10回だったよね。あ、今年はそうですね、うん、10回ですけどもう15回にできない。いや大変だよ。ですよね。そうですね。さあ6月6日になります。近鉄のブライアントが東京ドームで、10回戦で、隅三尾から東京ドーム天井スピーカー直撃の飛球を打ち上げ、東京ドームの特別ルールによりホームランと認定されます。今東京ドームのスピーカーなくなったんだけどさ、天井の、はい、うん、だけどまあ、あの天井に当たったと思ったらさ、はい、一番高いところに、はい、そりゃとてつもない高さだよ。バーンですよね。ああ打たれたスミさんは、はい、まあ、あそこまで飛ばされたら気持ちいいって、もう諦めますね。諦めるって、もうホームランでも何でもいいよ。いやすごかったよな、やっぱブライアント。ブライアントはすごかったですよね、豪快な選手で、うん、今ブライアントみたいな選手なかなかいないですよね。なかなかいないな、はい、出てきてほしいなと思うんですけどね、うん。さあ8月になります。8月10日、はい、この日試合予定だった東京ドームでの巨人対中日戦、これ台風の影響で中止となりました、はい、なんでもその中日ナインが東海道新幹線の名古屋駅から乗車予定だった光に、この光が運休してしまって、中日側が巨人側に説明、巨人は午後2時半に中止を決定。そう、まあ、忘れもしないシーンがさ、はい、その時携帯がさ、うん、まだバッテリー式かなんかで、あの重いやつですよね。そうそうそう、それを持ってこんな黒板消しみたいなのを持って、はい、あの中村武が電話をしてるというね、はい、おそらくキャッチャーの、はいはいはい、まあ、誰かにかけてたんだと思うんだけど借りてね。あ、借りてこんな携帯で今こんなになってるけどさ、とんでもないですよね。とんでもない、この5倍ぐらいはあるかな。いやだから緑の電話ボックスみたいな。そう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 。かね。そうそう。しょってこうやってかけてる、うん。だから東京ドームでも、ああやっぱり中止になるんだと思ってね。ね、台風の影響でまあ来れないってことでってことですもんね。そうそうそう。さあそして8月24日です。近鉄の野茂英雄がグリーンスタジアム神戸でのオリックス戦に先発。うん、10奪三振を記録してプロ野球新記録となる5試合連続2桁奪三振を記録。すごいよな。5試合連続2桁ですよ。5試合連続っていうのは、はい、やっぱ大体完投に近いよね、大体、はい、だからそこまでルーキーで投げれるスタミナがあったりだとか、はい、やっぱすごいよ。そうですね、小野、うん、さんって本当にすごい。いや、すごかったよね。ですよね。で、うん、メジャーの道も開いたのも野茂さんですからね。そう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 、考えると。さあ9月7日です、プロ野球の実行委員会が開かれ、ドラフト対象選手の練習生、球団職員としての採用を原則として禁止することを申し合わせ、うん、これは何ですか。これはね、優秀な選手をまず契約して練習生とか球団職員にしちゃおうっていう動きがあったの。そんなことがあったんですか。いや、そしたらドラフトかけられなくなっちゃうから。そうですよね、うん、そんなずるいことがあったんですか。あるある。えだからそういう動きがある各チームがね、はい、そういうのがあったから、うん、そういうのを廃止するということで、はい、そういう規約ができた。あ、昔の方が本当にこういうなんかあの手この手の裏の手だったんですね。例えばね、それに適用されたのが伊藤じゃないかな。伊藤、今中日のヘッドコーチやってる、はい、キャッチャーの、はい、西武の、はい、ああ伊藤、そうそう、はい、伊藤つとむさんが、はい、なんか職員かなんかになったんだよね。ちょっと職員ってことにしてっていうふうにしてからの入っていた、まあ、ドラフトにかけられないように、うん、でもかドラフトはしたけどね、ちゃんとしたんですね、うん、ちゃんとドラフト1位にはしたけど、はい、だけどそういう動きがあったんで、あの各球団ね、はい、だからそれを廃止したというルールができた。都市都市そうだったんですね。そう、翌9月8日です。広島市民球場で太陽対広島、これ広島が太陽に1対3で敗れ、うん、巨人が東京ドームのヤクルト戦で、サヨナラホームランで勝ってリーグ優勝を達成、うん、吉村さんですね。9月8日でしょ。はい、日本シリーズ始まるのが10月20日だよ。もう独占です。長いだろ。もう消化ゲームですもんね、あとね。今はクライマックスがとかがあって、はい、いいけど、はい、
昔は9月に大金終わっ、まあシーズンがほぼ終わって早っ、俺らも終わって何してたんですか1ヶ月。いやだからもう消化ゲーム一生懸命戦ってたってあとタイトルを誰が取るとか、そうそうそう、それぐらいですよね。そうそうそう、だって10月20日だもんね日本シリーズが。ちょっとこれも巨人だから1ヶ月半あるっていうことでしょ。だ巨人もモチベーション下がりますよね、うん、やっぱ4立てになるで、まあでもパリーグも同じだからさ、あそうなん、まあ競り合ってたら別だけど、はい、クライマックスがないからやっぱ期間が長かったよね、うん、そうですね、うん、そして9月11日です。名古屋球場でこれバックスクリーンの右後方の照明灯火の清掃用置き場で火災発生、うん、観客6000人のうち外野席の1000人が、はい、誘導されて非常口からグラウンドに避難ということで、この影響で試合開始も23分遅れて、俺らが練習してる時だよ。なんかもう煙が出始めたんですか。なんかわーえらい煙が立ってんなと思ったので、焼き鳥かなんかだったかなとか思ってたわけ昔はね、はいはい、昔は焼き鳥とか焼いてたそんなに、いやいやかなと思って、はい、そしたら火柱が立ち出したじゃん、はい、え、これ火事みたいな、はい、そしたらなんか白いすすみたいなのがグラウンドにどん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 飛んできたんだ、はい、危ない、いやそしたら、はい、お客さんがグラウンドにどんどん降りてくるから、はい、え、これ大変なことかみたいな感じになったわけで、一時グラウンドでみんな避難みたいな、そう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 、でもそれでも23分遅れて試合は開始できたんですね。あ、それできた。あ、消化され、消化された。あ、よかったですね。まあ、よかったのかどうかわかんないけど、はい、調子狂っちゃうよね。そう、やる方としてね。やる方として。この試合どっち勝ったんですかね。その試合どうだったんですか。それすらも覚えてない。覚えてないよ、そのピンポイントで。一試合は。そうなんですね。うん、そう、そして10月5日です。オリックスは一般公募していた愛称ブルーウェーブと決定したと発表。そうだね。はい、だから、その91年かな、はい、ブルーウェーブとしてね、はい、戦いが始まる、ね、始まるということですね、はい、で翌10月6日太陽の加藤博一が現役引退を表明、ね、加藤さん亡くなったけど、はい、あ、まあ寂しかったね加藤さんの引退、まあやっぱりスーパーカトリオで組んでた一角が引退するっていうのはさ、はい、やっぱすごく寂しかったな。前もっては言われた、あ、言われた、もう今年で辞めるよって言われてたんですね。で今の時代はさ、はい、始まる前とか、はい、始まってからすぐとか、うん、引退表明して今年1年で終わりますみたいな形だったんだけど、はい、もうシーズン終わって初めて引退しますということを言う時代だったからね。そうですよね、うん、この時ってあ、もう二度と試合見られないんだなって、ね、そうだね、寂しさですね。でも加藤さんの引退式というかさ、はい、最後の打席、うん、笹岡だったの、はい、普通まっすぐ投げてくれるじゃない、はい、変化球来てびっくりしてた加藤さん、嘘だもん、ええみたいなそこ直球ね、もう涙で潤んで見えないのにさカーブかなんか、笹岡のカーブってものすごいでかかったんだよ、はい、こんなになってたからね最後どうして打ったんですか。いや打たねえ、打てないよ変化球来ちゃった、涙で見えない、おまけに変化球なんだ、そこは直球でね、加藤さんらしいよね。あ、そうですね、なんかね、そういう感じは。そして10月10日になります。近鉄の野茂英雄がですね、西武球場で先発し12奪三振を記録、プロ野球新記録となる年間21度目の2桁奪三振、すごいよ。何ですかこれは、もう本当に多分25試合ぐらいしか投げてないと思うんだけど、その時点で、はい、ね、20試合を10奪三振以上取ってるんだよ。いやもう怪物です。異常だよね。はい、異常ですね、すごい。それはそうなりますよっていうのが10月22日沢村賞の選考が行われ、近鉄の野茂英雄を選出、パリーグの選手の選出は初めてだろうな。あ、これを見てさ、はい、あ、初めてだったんだと思って。それまではセリーグの選手の中から選んでた感じだよね。ですよね、まあ、そもそもがその沢村栄治さんってその巨人だからだ、ね、っていうところもありましたけど、やっとパリーグから。いや、だからそれをもう変えてしまったというのもだよね。すごい、歴史を変えるんですね。すごいよね。そして10月24日、日本シリーズが西武球場で行われ、西武が巨人を7対3で下し、4連勝で2年ぶりの日本一達成。4連勝のストレート勝ちは西武としては前身のちの埼玉西武を通じて球団史上初、シリーズとしては1960年の大洋以来30年ぶりの快挙と。そうだね、強いですね、パリーグ。まあ、なんか奇遇かどうか知らないけど、ここでも4連敗したんだなと思ってさ巨人、あれだけの投手陣がいながらね、そう、だからそれだけやっぱ西武が強かったということだよね。プラスやっぱパリーグのその4連勝できる破壊力、うん、
それとやっぱりピッチャーも良かったからね、西武 は、ね、そうですね、うん、そして11月24日です。プロ野球のドラフト会議が開かれ、元木大輔、巨人が単独と、はい、でアジア大学はこれ小池、うん、を史上最多タイの8球団が指名し、抽選の結果ロッテが交渉権を獲得と。すごかったよね小池。これ行けたの？いや行ったんですか、ロッテに行ったけど、あんまりいい成績は残せなかったね、はい、8球団が、いや8球団だよ、すごいですね、すごいよな、はい、人気だった。で元木さんはこれハワイに、ハワイでしたっけ？そうそう、もうこの遊んでたんだそれでそれで巨人からまあ、まあよかったよね、うん、もらえたっていう年でしたけれども、はい、じゃあちょっと振り返りましたけれども、はい、90年ねえ、のもせいですか、まあ、波乱があって、はい、開幕戦で、うん、まあ金田さんもね、まだ監督やってる時だから、金田正史さんがロッテの、あ、そうだったんですね、そうそうそう、はい、だから歴史を感じるよね、感じるし、はい、なんか熱かったなと思うよね、うん、だからもう野茂なんかとんでもない選手が出てきたりだとかさ、そうですよね、うん、なんか野球フィーバーとか野球熱がすごくガンとまた盛り上がった、そうだね、うん、年だった。あとは西武がやっぱ強かったっていうね、4連勝した、まあそういう年だったよね、そうですね、はい、次回はね、次回は、はい、90年も振り返ります